ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がレクサス RX500H F スポーツパフォーマンス2023年式走行距離30キロこちらの車両になります。出たばっかりですよね。出たばっかりです、はい、出たばっかりのお車ご紹介させていただくと、はい、いろいろご意見いただく機会もあると思うんですけれども、はい、最初に申し上げておきたいのは転売とか結構言われるじゃないですか、はい、ただ様々な事情があるということで、はい、人気ゲーム機みたいにこう買い占めてこう高値で転売とかっていうのはそれは問題だと思うんですけど、はい、やっぱり車の場合だとやっぱり納車までに時間かかるんで、はい、まあ、納車された時に事情が変わってたりだとか、まあ、そういうケースもあるんで、まあ、そういったお車がまあこうやって店頭に並ぶこともあるということで、はい、その辺だけご理解いただけるといいんじゃないかな、はい、で今回RX 新型なんですけども私個人的にもかなり気になるところではあったんで、はい、詳しく外観見ていきたいと思います。ただ今回距離押しということで、はい、残念ながら試乗の方はできないということで、はい、そうです、すいません。その代わりいろいろいじれるだけちょっといじってみたいと思いますので、はい、内外装をお届けしたいと思います、はい、でまずデザイン結構変わりましたね。大幅に変わってますね、はい、特にこの辺が、はい、特徴的なんじゃないでしょうか。最近トヨタ系でちょこちょこ見かける、はい、ちょっと未来とかにもなんかシルエット似てるかなっていう、はい、そうですね。こういう魚いましたよね。こういうおでこが出っ張ってるやつちょっと南国のやつですね。そうそうそう、青いやつ、はいはい、そんな感じもしますけれども、これがなんかスピンドルグリルじゃなくて、はい、スピンドルボディになったんですよね。そうですね、今までみたいにこうフレームがあってっていうグリルじゃなくなってるので、もうまあボディというかバンパーというか、まあ本当に一体になってるデザインに変わってますね。このシームレスのグリルになってるってことで本当に枠がないんですね。そうそうなんですよ、この辺なんか被っちゃってるし、はいはい、うん、ここの辺に関してはもうボディにそのままなんかグリルが消えてってるデザイン、はい、で結構出っ張ってますね、ここ。そうです、はい、これ正面から見るとそんな気にならないですけど、横から見ると結構こう20センチぐらいこう、うん、先端が出てる感じ。そうです、迫力は逆にそれで増してると思うんですけど、確かにちょっとデザイン性高いこんな感じのグリル、はい、そしておなじみの三眼の LED のヘッドライト、はい、この辺なんかもついてますし、あとハイビームのアシストなんかも全部ついてると、はい、で今回ご紹介させていただくのが 500H ということでトップレンジになるんですよね。はい、そうです。ガソリンの単語丸だったりだとか、はい、あとプラグインだったりいろいろありますけども、一番上のレンジということで、はい、まあ、装備も充実してますし、また車自体の装備もすごくいいなっていうのを今回そうです、ね、改めて予習しましたんでその辺をお届けしたいと思います、はい、だと今回 F スポーツということでバンパーの形状も若干違うんですよね。はい、そうです。この辺のダクトがちょっとこうアグレッシブな感じ、うん、そしてあとここが黒くなるのが 500H ですよね。はい、そうです。他のグレードだとこうシルバーだったりしますけど、うん、この辺が。そしてあとエアロ形状も結構考えられてるなという、多分おそらく結構、まあ、空力っていうよりも本当にその空気抵抗とか空気の流れを意識した、まあ、燃費とかも含めて考えられた結構デザインなのかなっていうのは見て取れますね。なんでこのバンパーからヘッドライト、ボンネットにつながるデザインもこうすごいシームレスで段差がないし、はい、横もちゃんとここを出してここからエアが取り込んで流れ出せるような、はい、そんな形状になってる。だとボディサイズ的には今回予習したんですけどそんなに変わってないんですね。あ、そうです、先代とはそんなに変わってないみたいです。ちょっと全幅が広いぐらいで、なんか最近マイナーチェンジイコールボディが少し大きくなるっていうのが定番でしたけども、はい、なんとこちらのお車ほとんどボディサイズが変わってないということで、全長の方が4890で、全幅の方が少しだけアップして1920、はい、そして全高の方が1700ということで、全幅の方が本当に25ミリだけ、片側1センチちょっとずつだけワイドになっているということで、はい、サイズ感本当に変わってないんで、まあ、乗り換えの需要なんかもかなりあるのかなと、はい、そしてあとホイールベースが結構伸びてるみたいですね。はい、そうですね。プラットフォームが新型になったということで、ホイールベース自体は6センチほど伸びてるということで、はい、車のキャラクターは全然変わってるのかなと、うん、で早速横に行ってもいいですか。はい、お願いします。横のシルエット池田君どうですかでも横、僕は最初パッと見た時に、まあ、真横っていうよりも全体で見てこうまず目いったのがやっぱルーフからリアにかけて、まあ後で多分紹介あると思うんですけど、ルーフのそのピラーのところがこうルーフが浮いて見えるようにデザインされてると思うんですけど、そこはやっぱ先代から引き継がれてて、まあ、一目であ RX かなって分かるような感じだなっていう印象がありました。デザイン性すごく高いですよね。高いですね。で今回の車はこのパノラマがついてるということで、はい、ルーフも真っ黒黒、はい、そしてルーフレールもついてるということで、そうです、これ分かりづらいですね。そうです、まあ、こういう車に逆に僕は結構好きですけどね、まあ、いろいろ乗せたりなんかもできる、はい、こんな感じの結構低めのルーフレールがついてる、はい、あとはフロントタイヤに行ってみたいと思うんですけども、はい、なんと21インチが標準装備ということで、すごいですよね。でかいっすね。まあ、こんな言い方するのもあれですけど、我々まあ輸入車を多く扱っている中で、まあ、国産のお車ですけど、国産にしては
結構標準でサイズが大きいなっていう印象がありましたね。 SUV とはいえついに21インチ時代に突入ですよ。そうですね、昔それこそ何年も前にフーガが純正で20インチ履いた時にびっくりしましたけど。あ、それもでもオプションとかでってことですね。確か19かな、うん、19たくさんですよね、はい、その時もびっくりしましたけどついに21インチ装着ということでサイズの方が235/50/21、はい、インチアップしたらもっとじゃあ全然でかいの入りそうですね。OK、そうですよね。でタイヤの方はミシュランのパイロットスポーツ4SUV、はい、こちらが装着されてございます。でホイールの方も F スポーツになると違うデザインのになって、はい、なおかつこの黒い、そうです、マットブラックですね。オプションで他にもいろいろあるんですよね。オプションで、あとダークメタリックだったかな、ガンメタリックみたいな、はい、こんなのもあったりして、こちらのホイールになっております。そしてあとはキャリパーの方も今回黒なんですけども、はい、オプションで定番のオレンジもあるということで、はい、F の、定番カラーみたいな、はい、個人的にはオレンジちょっと目立ちすぎちゃうん で、 そうです、ね、黒大好きです、うん、はい。そしてキャリパーもこれアドビックスではないんですかね。レクサスってそのイメージありますけどね、ちょっとはっきりごめんなさい調べてないですけど、ちょっと機会があったらその辺調査したいと思います、はい。そしてローターもなんと SUV で2ピースですよ。もうローターだけでキャリパーもですけど大きいですよね。非常に大きいブレーキシステムが入ってございます、はい。そして車高の方は今回全部当然ですからノーマルということで、はい、まあ、ちょうどいいのかなと、はい。あと F スポーツのこのバッジもついてて、はい、あと各部が黒くなるんですよね。そうです、そうです、はい、窓枠だったりだとか、特にパフォーマンスだとまた 500H とも違ったりするので、ミラーも黒くなってる、はい。ただこれ窓枠黒って言ってもちょっとブラッククロームみたいな、ブラッククロームですね、はい、ソリッドの黒じゃないですよね。はい、そうです、メタリックのこの黒、メタリックというかクローム感のある黒ですね。ルーフレールとミラーが、グロスのブラックで、窓枠はちょっとブラックローブみたいな感じ、はい。そしてあとは横のこのデザイン性めちゃくちゃ高いなと思ったんですよ。すごいですよね。このプレスラインがこう後ろにせり上がるのと、ここが大きくえぐれててそのまんまリアフェンダーにつながってる、はい。そして先ほど池田君も言ったここの下がってるこのボディ、はい、この辺はらしさもありつつ、はい、めちゃくちゃデザイン性高いなと。そして後ろは同じように21インチ、サイズこれ4本通しっすよね。前が235なんで、そうです、はい、通しになりますね。235/50/21、さすがにリアに関しては2ピースじゃないですけども、はい、片押しの黒いキャリパー、これでも塗ってあるんですよね、ちゃんと。ちゃんとそうですね、はい、はい、こちらの、こちらのブレーキになっております、はい。そしてあと後ろに回っていくと、最近トレンドじゃないですか。はい、レクサス最近もうトレンドですね、まあ、全体欧州車も含めですよね。あ、まあ、そうですね、はい、テールランプつながるタイプが割とトレンドではあるんですけども、その辺もしっかり取り入れたこのテールランプ、フル LED のタイプですよ、ね、はい。そしてレクサスのエンブレムがこの辺入ってたり、あとは今回の 500H ダイレクト4のエンブレムもしっかりついてた、はい。そしてリアのバンパーに関して、まあ、F スポーツになると、はい、かっこいいバンパーになっているところで、そうです、純正なんかちょっとレンジっぽいというかそうです、わかります、こういう感じのリアバンパーですけども、ちゃんとダクト風のデザインがされているこちらのバンパーになると。で先ほど下見でも言ってましたけども、なぜかリアのバンパー塗装の質感が少しボディと違うんじゃないか、うんうん、ちょっとそうですね、まあ、よく見すぎちゃうとってあれですけど、確かに少し質感違いますよね。若干そうですね、特にレクサスのボディってこう結構尖れてて、うん、表面に近い感じですけども、リアのこのバンパーのところに関してはいわゆる国産車の、はい、肌が残ってる塗装かなと、はいはい、こんな感じになっております。続いて内装を見てみたいと思います、はい。内装の前にこの取っ手が大きく変わったということで、変わりましたね。これが機械式のこのノブじゃなくて裏側にスイッチがついているタイプになったということで、これを軽く握ると自然に開く感じですよね。 そして内装こんな感じです。以上インテリアの方に関してはシートが本革×ウルトラスウェード、はい、これトーレのあれですよね、素材ですよね、はい、そうです。こちらのシートになると、デザインもかっこいいですね。かっこいいですよね。なんか SUV らしからのちょっとスポーティーなシルエットのシートですけども、うん、こちらのシート、この8ウェイのタイプになっております、はい。でこれ後で説明しますけど、機能もすごいということで、はい。そしてあと F スポーツになると内装他にも本革のステアがついてきたりだとか、はい、あとはシフトノブなんかも専用のものになったり、あとは専用のメーターなんかもついてくると。あとデザインも非常にこうつながるデザイン、そうですね、ドアから全部つながるデザインで、あとは一番大きなトピックとしてはこのデカモニターなんと14インチらしいです。おこれノートパソコン級じゃないですか。そうですね、メルセデスとか縦にでかいですけど、やっぱこう横に大きいタイプですね。ここに関しては後でご紹介させていただきたいと思います、はい。続いて乗ってみたいと思います。これ結構床が高い気がします。あ、そうですね、そうですよね、はい。このサイドサポートというか、うん、ここは割と高いんで
フロアはちょっと高い。入る感じかなと思いきや、はい、そのままフロアも割と高いということで、うん、そしてシート座った感じはだいぶしっかりしてますね。いいですね。もっとなんかラグジュアリーで包み込まれる感じかなと思いきや、うん、割とこう固めの背中とか、はい、サイドサポートなんかはそうでもないですけど、割としっかりめのシートです。で、調整に関しては 8way ということで、はい、標準の調整プラスあと背中の押し出せがこんな感じで調整できるタイプのシートになっております。はい、あ、ウルトラ精度だいぶいいかもしれないです。うん、滑らなくていいですよね、このサイドが滑らないので。そしてパンチングになってて、なんとこの後紹介しますけどシートヒーターベンチレーションもついてると。はい、だいぶ良くないですか。だいぶいいです。はい、そしてこの横のサポートも大きめなんで、僕のわがままボディもしっかり押さえてくれます。そしてステアリングがこんな感じで、 BM の M まではいかないですけど、だいぶ太いですね。そうですね、太めですよね。で、これパンチングじゃないんですよね。え、そうなんですか。ディンプルらしいですよ。あ、あ、そうなんですね。貫通してない、はいはいはい、こちらの本革のステアリング、これ標準のやつだとウッドのステアリングになるんですよね。ウッドです。で、マラシファンクションもついてて、あとパドルも。で、パドルがこれなんでこの形なのかなと思ったんですよ。はいはい。そしたらこれちゃんとレバーが見えるように、あ、ここえぐってあるんですね。レクサスってでもずっとそうですよね。確かにここポコってこっちに出てたらレバー見えないんですよね。だちゃんと。で、操作感に関してはだいぶ軽いです。はい、はい、こんな感じのステアリングになっております。そしてメーターはこんな感じで、ちょっとかけちゃっていいですか。はい、はい、真ん中に TFT の液晶かな。はい、はい、で、この例のオープニング付きの、はい、こちらのメーターになっております。そしてこれモード切り替えなんかでも表示が変えられるんですよね。そうです、はい、はい、こんな感じでモードで ETC カードが挿入されています。表示なんかが変えられる、はい、こちらのメーターになっております。そしてこちらそのままこっちに行くと、こっちも大型のさっきの14インチのナビゲーション、ちょっとここを詳しく掘り下げたいと思います。そうですね、あの最初に一言物申していいですか。はい、この操作音が、あー、このプップってやつですね。そう、はい、ETC カードが挿入されています。このお姉さんの声は相変わらずですね。はい、変わらずですね。トヨタ車乗ってるなって感じが、安心感があります。で、これ調整できないんですよね、この操作音。なるほど、確かにそうですよね。さっき見たんですけど調整の項目がないんですよね。で、オープニングなんかは変えたりできるんですよ。おー、うん、オフにしたりとか、はい、あとボリューム調整したりだとかできるのに、この操作音の調整がないんですね。そうなんですよ。で、全てにこの、はい、この音が出るんで、ちょっと個人的に気になるなと。はい、あとナビに、まあ、はい、タッチなんで逆にその音で分かりやすくなるんですね。ああ、アナログスイッチだとこう感触で分かると思うんですけど、確かにこのカクってなったりするのもないんで、まあ、もしかしたらその辺を気にしてるのかもしれないです。で、操作に関してはこれめちゃいい。お、もうタブレット変わんないですね。確かに、はい、反応もめちゃいいです。やっぱ独特ですね、この画面とか見慣れないからだと思うんですけど。確かに、こんな感じで。で、メディア関係に関しては一通りついてますよね。はい、こんな感じでラジオ、テレビ、はい、私の iPhone 勝手に登録しちゃいました、はい、で、カープレイなんかも当然ついてる、はい、はい、こちらになっております。そしてあとは音声で操作するヘイレクサスも、はい、ヘイレクサス、はい、東京駅まで案内して、ほら、これなんですよ。ヘイレクサス、ご用件をどうぞ。東京駅まで案内して。これ東京駅って出てるじゃないですか。出てるのに、結構考えますね。そう。で、東京駅が出てこないのよ。はいはいはい、はい、これは今後に期待ですかね。十何番かぐらいに東京駅あったけど、はい、ちょっとこの音声操作に関してはちょっとまだあれなのかなっていう気がしました。じゃあ輸入車の方が、まあ、iPhone の方がって感じですでもこれちゃんと運転席で喋ると運転席に返事して、助手席で喋ると助手席がこう読み込んでっていうのがあるんで、まあ、今後アップデートしていけばこの辺すごく良くなるのかなと。あとはエアコン関係に関してはこんな感じで、はい、デュアルゾーンですよね、はい、当然なってますし、シートヒーター、ベンチレーション、ステアリングヒーター、はい、でこの辺で操作もできると、はい、あとはこの辺のボタン、
はい、あのクリック音が出ないタイプというか、あ、はい、スルスルいっちゃうやつですね。ヌルヌル動くタイプのこのダイヤルになってる、はい、でこっちエアコンに関しては少しだけ操作感がこうカチカチっていうのが本当にわずかに、わずかに、はい、あるタイプになっております。あとはすごいのはあの支援系がすごいということで、そうです、はい、こっちか車両ですね、はい、運転支援、運転支援、はい、あのびっくりしました今回2ページあります。あの ACC は当然ついてるんですけど、はい、渋滞支援もなんとついてるということで、はい、あの渋滞で止まっても前の車が行ったらまた再スタートして勝手に全部ついててくれる、これが40キロまで作動するようなものがついてる。あとは自動駐車もついてますし、なんと iPhone で駐車するシステムもついてるということで、はい、これはちょっと後でやってみたいと思います、はい、なんでその辺の運転支援系が非常に充実してると。で渋滞についてくやつって確か NX と、あ違う違う、 RZ と RX しかまだ今のところ使えないということで、はい、まあ、今後車種を拡大していくんでしょうけども、そういった最新のものもついてると。そしてなんとドライブレコーダーも標準装備で前後ついてる、はい、でこれ手動で録画なんかもできると。あとすごいのがあの衝突されそうになった時後ろから、はい、あの車を検知してハザードを勝手に出るようになってると。へえ、あ、それすごいですね。でなおかつ前の車にこう続けてぶつからないように自動でブレーキもかけてくれるらしいです。あ、だから衝突されても前の車にスススって言ってぶつからないようにちゃんと止まってくれると、そんなシステムなんかもあると。あともう一点だけちょっとここ長めですけど、はい、物申していいですか、はい、このエネルギーフローをしてください。これですね、はい、おおおおですね、これはカーワウでマット・ワトソンも言ってました。これどうなのっていう。なるほど、はい、あの正直今これ僕初めて見たんですけど、はい、あの小学校の理科とかで出てくるぽい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 、ちょっと教育テレビ的な。そうですね、もうちょっとカッコつけてほしかったなと。確かに、はい、個人的に思ってしまいました。まあ、車の機能には関係ないんでまあいいのかなと、まあ、分かりやすいんでしょうけどね、はい、そうですね、はい、でモード切り替えなんかはこんな感じで、はい、ここはねこんなにちゃんとしてるのに、はい、これエンジンルームで紹介したいと思いますけど、モード切り替えであのエンジンのダンパーなんかも調整する機能もちゃんとついてるらしいです、はい、あとシートの運転席から後ろのシートを調整したりなんかもできますし、はい、いろんなその辺の機能なんかも機能が充実しております、はいはい、そしてあとはカメラ関係、サポート関係、はい、あのさっき車出すときにこれ使わせてもらいましたけど、これめちゃめちゃ便利、すごいですね、これはすごいですね。タイヤの位置もおおよそ分かるんで、はい、まあ、その辺なんかも非常に分かりやすく、はい、そしてエアコンの吹き出しはこれ上下 で、 で上下でじゃないの、正面と上タイプ で、ね、はい、でちょっと変わった形のこのつまみですけども、この辺は他のと一緒かなと、はい、そしてあとは USB が、はい、タイプ C が2系統と奥に小物入れがついてて、このパネルの質感も、はい、ちょっとベントレーっぽいなと思ったらあのプリントでした、はい、けど全然質感悪くない、うん、はい、そしてこんな感じで奥は小物入れがかなり深めで、はい、奥だけ充電と、あと USB タイプ C とタイプ A、 あとシガーソケットが備わってる、はいはい、で奥だけ充電がついてるんで、これあの IC カードとかその辺奥なっていうステッカー貼ってあります、はいはい、割と深いです。そうですね、そしてドリンクホルダーはこんな感じで、なんとこれが上げ下げできるドリンクホルダーということで、おノーチェックですか、まさか、すみません、はい、ここがなんと下がるという、あ、なるほどなるほど、ここですね、ちょっとパナメーラとかなんかアメ車とかでもなんかあった気がするんですよ、ね、これ押すと戻るんですね、はい、だから長いペットボトルを置いても不安定にならないということで、こっちだけですか、片っぽだけですね、こちらのタイプのドリンクホルダーになっております。そしてこの辺がシフト周り、シフトもこのディンプル加工されたシフト、この辺はもうおなじみですよね、トヨタで、はいはい、こちらのシフトになっております。そしてあとはこのアームレストの小物入れが両方ダクタイプ、はいはい、質感いいですよね、うん、質感すごいいいですね、びっくりした、さすがレクサスですね。そして割とここ容量もあって中ちゃんとフェルトも貼ってあって、はい、質感すごくいいです。そしてペダルに関しても F スポーツになるとちょっとこのおしゃれなペダルになると、はいはい、でフォーメーション的には全然ごく自然、ブレーキドセンターだしフットレストも大きいし、はい、非常に好印象です。そして今回オプションのここがあったかくなるやつはついてないんですよね。ついてないですね、ついてないですよね、はいはい、なんかここがあったかくなるオプションもあるらしいです。そしてあとは天井関係、なんと今回この車から A ピラーが後ろにググって下がったということで、おあの前方の視界とあとこの傾斜も少し変わったんで、かなりこの辺の視界が改善されてるらしいです。
確かにそう言われると結構こうエピラーが傾斜してて、傾斜してますね、はい、なんか2度ずつぐらいこの辺のここの角度とこっちの角度と2度ずつぐらい改善してるらしいです。そしてこの辺はマイクロフリースというか、はい、はい、そんな感じの素材で、天井もそんな感じ、そしてバイザーもこんな感じで、はい、いや質感めちゃくちゃいいかっていうと、さすがにその上の後継者あるんで、まあ、超高級ではないですけど、すっごく出来がいい。そうですね、はい、そして質感すごく高い。そして今回の車はこのなんだっけ、パノラマ、パノラマがついているということで、はい、こんな大型のパノラマがついております。はい、あとパノラマともう一個ムーンルーフも設定あるということなんですけど、ムーンルーフだとここだけはめ殺しの窓がついているだけなんで、パノラマはやっぱり開放感が結構ありますね、はい、そして開けましょうか。はい、こっちか。はい、こんな感じで、お、割とでかい。あ、でも半分ぐらいしか開かないですね、やっぱり。あ、なるほど、はい、こんな感じのパノラマになっております。そしてこれ当然シェードもついてますんで、はい、はい、いや結構だから車の中の明るさこれでだいぶ違うなと。変わりますね、はい、まあ、夏場とかこう日差しで暑い場合もありますけど、確かにこんな感じになっております。続いて後ろの席見てみたいと思います。池田君、じゃあ乗り込んでみますか。はい、さっき事前に乗らせてもらいましたけど、後ろめちゃくちゃいい。めっちゃいいっすね。なんと後ろも電動のリクライニングがついてるということで、はい、これ今一番倒れてる状態ですよね、多分。だいぶくつろげますね、それ。いや、全然くつろげますね。標準の位置が結構直角だななんて思って、これ今多分これはと思ったんですが、はい、これ標準の位置、ね、そこからさらに、あ、これは多分もう倒れちゃいます、はい、倒すモードですね、はい、ということで、だいぶくつろげるという。後ろ結構広いですね。そうなんです。すごい、乗り降りもすごいしやすかったです。そして後ろもちょっと床が高いかなという印象があります、はい、ただこのセンターのトンネルもほとんど出っ張ってないんで、うん、割とこう後ろの居住性がかなり高いんじゃないかなと。いや、高いですね。で、膝のところのデックスペースもかなりありますし、2つ分ぐらい、はい、で、つま先もしっかり入って、はい、で、それだけリクライニングするんでめちゃくちゃくつろげるなと。めちゃいそうですこのポジションは。そしてさらにシェードもついてて、はい、まあ、手動ですけど、よいしょ、はい、でそれうまくできてて、ちゃんとそこの角のとんがってるところ、ちゃんとこう補強というかされてて、ね、そう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 、ちゃんとそこがベロンってならないように当然なってると。そしてさらに装備的なものも非常に充実してて、はい、なんとシートヒーター、ベンチレーションも、はい、リア両方ついてるってあんまないですよね。珍しいですよね。なんとリア両方ついております。で、エアコンも独立ですよね。はい、そうです、はい、そしてアームレスト、はい、よいしょ、はい、ドリンクホルダーとここにですね、そこちょっとなんか貼ってほしかったなと思いました。あー、表面ですか。そうっす。あー、確かに前のこのアームレストの中はフェルトが貼ってあるんで、はい、後ろ何も貼ってないプラスチックむき出しなんですよ、ね、そうですね、確かに。なんでその辺はちょっと貼ってほしかったなと思いますけど、うん、位置的にもなんか雰囲気的にもすごく質感が高い、はい、はい、リアもいいですね。タイプ C もちゃんと左右それぞれあって。そうなんですよ、だから全然大人4人がめちゃくちゃくつろいでいけるなっていう。そうですね、これ動画でどこまで伝わるか分かんないですけど、リアのあのリクライニング結構えぐいぐらいリクライニングしてますよね。リクライニングしてます。で、これお尻も結構このももの上にこう上がってくるように、お尻が結構深くなってるので、なんか本当にベンツの S クラスとかそれぐらいの居住性ありますよね。くつろいでいけるこんなリアシートになっております、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクの方が足で当然開けるやつもついてるんですけど、はい、手で開けちゃいます。で、開けるじゃないですか。これちょっと一回閉めていいですか。あ、はい、一回閉めます。おがーって閉まってきて、ちゃんと最後ゆっくりになるっていう。この辺がなんかレクサスのおもてなしを感じます。そうですね、これパワーウィンドウもそうなってるんですよね、はい、閉める寸前だけこうスッとゆっくりになる、スッとゆっくりになるっていう可変のパワーウィンドウになってるらしいです。そしてトランクの方が612リッターということで、はい、ゴルフバッグも余裕で入るかなと、はい、で、横も結構こうえぐれてるんで、そうですね、長物も横にもいけるかなと。で、端っこでリアのシートも倒せますし、はい、
でこれなんと運転席からエアのシートもコントロールできるということで、まあ、この辺の使い勝手もすごく良くなってるなという感じがします、はい、そしてトノカバーも、あ、トノカバーはさすがにレザーとかじゃないんですね、はいはい、縁取りはしてますけど、そしてこの下がこんな感じで少し小物入れと、はいはい、でこの奥もこんな感じですね、はい、パンク修理キットとこんな感じになっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、で今回の車ハイブリッドっていうことなんですけども、はい、一旦ハイブリッドのところは置いといてちょっとエンジンの説明をしますね、はい、でなんとエンジンが5台目でついに V6 が廃止されまして、はい、直四プラスハイブリッド、これがトップエンジンになっていると、はい、でエンジンの方が 2393cc でエンジン単体でいくと275馬力トルクの方が430ニュートン、これに6速のオートマが組み合わせるという、はい、でこれ 450H だと8速のオートマだったりだとか、はい、エンジンもちょっと排気量が違ったり全然別のエンジンなんですよ。でこっちの500に積まれてる方のエンジンがいろいろ手が加えられてるらしいです。おで、あの専用のページトヨタでも作ってて、はい、どこがこだわってるのかみたいのもあるんで、ちょっとそれ動画の概要欄にも貼っとくんで興味のある方見ていただきたいんですけども、はい、まずこのエンジン、あのオープンデッキの一般的なエンジンなんですけど、はい、その鋳鉄製のライナーがこう当然こう差し込んであるわけじゃないですか、はいはい、それが差し込んであるだけじゃなくて、はい、溶着されてるらしいですよ、はい、そのアルミのブロックに。すごいですね。で溶着されてることによってそこで剛性がアップしてるのとシリンダー自体の、はい、でなおかつそのがっちりくっついてるんで、うん、そのヒートシンクの効果もあってちゃんとその燃焼室で発生した熱がそのブロックもしくはウォータージャケットにちゃんと抜けるような、はい、そういう設計になってるらしいです。でさらに、はい、普通オープンデッキだとこうシリンダーが4つあってその周りにこう水路がこうあるじゃないですか、はい、でそこでこう冷却っていうのが一般的なんですけど、このエンジンだとさらにそのシリンダーとシリンダーの間にもこう穴が開けてあって、そこもちゃんと水路が水が通るようになってるらしいです。だからシリンダー同士の間のところもちゃんと冷却が入るようになってるらしいです。そしてなおかつクランクをオフセットさせてるらしいです、シリンダーに対して、はいはい、でそれ何がオフセットするといいのかなと思ったら、なんか横にかかる応力がだいぶ軽減されるらしいです。上下のこのピストン運動がよりこうスムーズにできるように、はい、ということでなんか横方向の成分を減らすような工夫もされていると。なるほど。あとはこのエンジンなんかすごい大きいバランサーもついてるんですよね。え、そうなんですか。あのクランクの真ん中に大きいギアがついてて、はい、でそのギアの下にバランサーがついてるんですよ。見たことないクランクの形してて、はい、でそのバランサーを回してそのエンジンの振動を減らしているらしいです、はい、であとは先ほど中でもちょっと触れたアクティブのエンジンマウントなんかついてたりだとか、はい、あともう一個このエンジンのカバーもこれおしゃれでこうなってるんじゃないらしいですよ。すごいですねこだわり。ちゃんとファンのこのエアをこういう風に抜いて抜く設計らしいですよ、はいはいはい、なんでこの辺なんかも非常にこだわってると。でこのエンジンにモーターが前後ろ1個ずつプラスされてて、フロントのモーターが87馬力、リアのモーターが103馬力、はい、でこれ 450H だとその比率というか逆になってて、フロントになんか200馬力近い強烈なモーターと後ろに54馬力のなんか補助的なモーターで車のキャラクターが全然違うということ で、はい、でこっちのだと、リアモーターに関してはもうリアモーターの方を強力なモーターにして、なんとそのモーターが水冷式になっていると。でフルタイム四駆並み の、 なんかその動力性能と、あとトラクションなんかが稼げるという、うん、でマックスフロント100リア0から、フロント20リア80まで振れるような四駆のシステムになっているらしいです。でこれシステム合計でいくと全部で371馬力ということで、うん、はい、このボディにしてはかなりの馬力が。そうですね。あと他の部分でいくとこのキャッチもなんとダブルになっているということで、はい、まあ、その辺なんかの質感だったりだとか車の剛性なんかもかなりアップしている、こんなエンジンルームになっております。続いてトーカル見てみたいと思います。お願いします。
ゃあ続いて自動駐車機能を使ってみたいと思います。はい、自動駐車ボタンをこれですね、ポチッ押すと周辺を確認してください。あ、もう認識してる。ここに出てますね。はい、開始。前進します。そうすると何もしてないです。一応怖え、全部ステアリング操作もしてくれると。交代します。僕ね、どのメーカーもこれあんま信用してないんですよ。いやでもね、これメーカーの結構ね差出るよ。そうですよね。頭いいやつ、めちゃくちゃ頭いい今のやつ。一応今すぐ止まれるようにブレーキ、こんな感じで入れてますね。今わわわわ、あ、結構頭いいね。頭いいっすね。はい、切り返しが、ブレーキは踏んでる。踏んでないです。あ、踏んでないんだ。はい、すぐ止めれるように足は近くにありますけど、はい、交代します。一回切り返ししてですけど、こんな感じでスペースに、しかも白線がなくてもスペースだけ読み込んで、そうですね、均等に、こんな感じで、すごいですね、駐車してくれると。わ、すごい。アドバンストパークを終了しました。はい、完璧ですね。こんな感じの機能がついております。すごいです、はい、結構白線もないのに割とまっすぐ止まってる。合格ラインですか。そうですね、まあ降りることもできるぐらいはあるんで、こんな感じです。じゃあ今度出るバージョンも、はい、発進するにはブレーキを離してください。じゃあブレーキ離します、はい、前進します。これ出すの苦手だよなんていう方は、はい、ブレーキを、はい、あ、ちゃんとこれ、なるほど、こっちとこっち車が来てるかどうかチェックしろよと。発進するにはブレーキ、はい、前進します。もちろんセンサーついてるけど、遠くのものに関してはちゃんと目視で確認して、問題ないのを確認してから出て、こんな感じで、で出して止まってくれるの、これ。あ、ちゃんと止まってくれる。またはアクセルを踏むと終了します。はい、踏んでください。アドバンストパークを終了しました。すごいですね。頭いいです。頭いいですね。はい、じゃあ続いてこのリモートパークっていう、この携帯で車が外から動かせる、この機能を使ってみたいと思います。これアプリダウンロードして Bluetooth でつないで、なおかつ車両設定をしないといけないみたいです。同意。レクサスと接続しました。今この車と接続されてるんで、これで OK。 目標位置を車内で設定してくださいってことなんで、車内のボタンを押します。ポチッ、ここポチッと押します。そうすると前後に移動、あとは縦列駐車、並列駐車、はい、これできるんで、これで前後に移動を押します。そして前で設定完了。はい、でアプリを起動してください。はい、こんな感じです。今車の進行方向に立ち入らないでください。 OK。 はい、はい、スマートキーを持って降りてドアを閉めてください。そうするとこんな感じで操作画面が出てくるんで、これで、あ、ギアドライブに入りました。ああ、動いた。出た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 。あ、これで回すとこんな感じで、うわ、不気味、勝手に車が出てくると。で離すと止まると。はい、で 1.3 メーター残りってこれ出てくるんですけど、まあ、大体そのぐらい。だから狭い駐車場でドア開かない時なんかもスマホがあれば車が出せるっていう。怖い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 。まあ一応センサーが読み込んでるし、これが離せばすぐ止まるんで、まあ、ちょっとドキドキはしますけど、デジタルなものについていきましょう。こんな機能もついております。だから駐車環境だったりだとか、まあ、運転スキルによっては結構便利に使える機能じゃないかなと。はい、こんなのもついております。でちなみにこれ駐車し終わったら、この電源ボタンをポチッと押すとちゃんと車の電源も切れると。はい、でちょっと用途は特殊かな。そうですね、まあでもたまにいらっしゃいますね、戸建てで
自宅の1階が駐車場とかでこう柱とか壁があって本当にパツパツに入れてる人とかいらっしゃると思う。そういう方には便利ですよね。というこんな機能がついております。じゃあ最後になりますけれども、はい、たまには池田君何か感想ありますか？まあ久しぶり三者ですけど、個人的にまあまあ僕もやっぱ好きなこうキャラクターの車ってあるんで、自分で所有するにはちょっとまだ僕は早いなって身の丈に合ってないと思ったので、今は後ろに乗りたいです。ただ土屋さんのちょっと解説とかいろいろ聞いてて、ちょっと今回僕もあんまり下調べできてなかったので聞いてちょっと思ったのが、今回この 500H の F パフォーマンスで新しいグレードになるじゃないですか、トップレンジで。でエンジンもそのいろいろこうグレードによって全然こうモーターとの配分とか違うっていうのを聞いたんで、もし機会があればやっぱ乗り比べしたいなって、だいぶ多分キャラクター違う、そうですね、気もするので、まあ、そういう機会があればよかったんですけど、まあ、結構逆にいろいろ話を聞けて興味を持った1台にはなりましたね。なんかなかなか納車が進んでないということで、なんか1年ぐらいかかるケースなんかもみたいですね、ちらほら聞いてるんで、はい、なかなかちょっと市場は先になってしまうかもしれないんですけども、もう僕も今回ご紹介させていただいて、ちょっと走りが逆にすごい楽しみになりました、はい、そうですね、うん、あとはこの質感は本当に感心しましたね、はい、まあ、今回5台目っていうことなんですけども、一番最初ってハリアーだったわけじゃないですか。そうですね。でそこから途中からレクサスブランドになって、まあ、だんだんこう洗練されてって、まあ、機能だったり質感に関しては5台目かなりいいなっていうのが個人的な印象です、はい、でこの価格に関しても仙台よりだいぶ上がっちゃってはいるんですけど、そうですね、はい、内容を考えたらかなりこうお買い得というか、うん、これでこれだけついてくるのっていう、そうですね、欧州車じゃ信じられないぐらいのパッケージになってるんで、はい、意外にこうチェックしてないけど、うん、触ってみたらいいじゃんっていう方多いんじゃないかなと思って、うん、そうです。まあ、輸入車例えばクーペとかスポーツタイプの車をお持ちの方で、例えば家族でもう1台とかっていうのにはすごくぴったりな時代だと思うので、まあぜひ触れる機会とかあれば見ていただければ多分納得の内容じゃないかなとは思います。で当然試乗はちょっとできないんですけど、はい、東京店いらしていただければ内装のチェックだったりだとか機能のチェックだったりとかっていうのできますんで、はい、お気軽にご来店ください。というわけで今回はレクサス RX500H F スポーツパフォーマンスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。